小さいスープ、すげえ濃い味がついてます。生肉好きならこれがいいです。これはただねユッケだけです。はい、あ、本当だ、綺麗に取れるんだ。結構ボリュームあるね。重い。ご飯作りました。あと30分しかないのでめちゃくちゃ急いで食べたいと思います。どうしよう、何も読めません。王道のやつにしようかな。結構いろいろ種類があるんだけど時間がないからとりあえずしてみよう。これにします。ここからは店内の BGM がちょっと爆音になってきて著作権の関係で流せないので私が鼻歌で音楽を流します。このぐらいで大丈夫かな。
逆にスプーンで食べちゃおう。これわさびつけるとさ、格段に美味しくなる気がするね。醤油はないの？醤油はないの？なんかソースかかってるよね、一応。だけど弱いかも。辛くないかも。釜飯。いいじゃん。のこちゃんも欲しいよね。釜飯。春雨は。アボカドだ。あ、違うか。なんかお米があればいけそうじゃない？うん。なんでこんな急に運ばれてきてビビる。おーおー、行きますよ。白玉の様子をもうちょっと。白玉。あー、痛かー。入った。共演した。友達みたいな。うん、おいしくない？おいしい。
マカロニも入ってる。本当だ。雪だるま。ひらたまだる。めっちゃうまいよ。あ、ご飯ずっと食べたかった。帰国したので早速体重計に乗っていきたいと思います。